すごく注目されているので、なんかどんどん増えてきているとは言ってるんですけど、それともまだちょっと特殊な部分の研究をしている方になります。で、今日ですね、今日この話のまたどんどん深くお話ししていきますけれども、皆さんがね、今日の中でですね、手に入るものに関しては痛みの本当の原因を知ってほしいということなんですね。先ほどね、ちょっと言ったんですけど、痛みのあるところにはね、痛みの原因は乳酸であるとかね、言うんですけれども、それも実は間違いだったとか、今ですね、変な情報がいっぱい出回ってまして、結構間違ってる情報を信じてしまっていることが多いんですね。なので本当に、西洋医学的にというのも、体の構造上、どうして痛みが起こっているのかっていう、本当の痛みの原因というのを今日お話しします。だからこれを知ることができる。で、それをね、知ったら、あとはどうすれば治るのかということです。で、その異常がある筋肉、筋肉って言っちゃった。はい。どうすれば治るのかっていうところを知ることができます。